はい、今日は川撮影、川に来ました。川に来ましたってまだ全然川じゃないけど9月やのに暑い、暑すぎです。日陰で休憩中です。じゃあちょっと川に向かって行ってみて、ちょっとさっき見たんだけどすごい人が多かったから、ちょっと人を消しつつ撮影をしたいと思います。さて今日のテーマは今日のテーマは森ガール、森ガール、森ガールでいきますか。安入感じで、けだるげな感じ、けだるげな感じでお願いします暑いけどちょっと9月入ったからもう少し涼しいかと思ったのにすげえ暑い。セミちゃうのこれ。うん、つくつく帽子。セミ、つくつく帽子ってセミ、セミやろ。めっちゃセミ、ね、今ちょうどセミ病んだめっちゃセミ鳴いてるけど、泣いてないけど。あ、今。あ、そう。9月ってセミ鳴くの。二軍じゃん、二軍。二軍のセミが鳴いてます。めっちゃ鳴いてるよ。めっちゃ鳴いてる。あわー。あわー。竹？畑や。めっちゃ廃墟やけど。昔はなんかお土産屋さんでもあったんかもしれんけどね。売店とか。あ、ありそう。濃いですよ。そうやんね。でもなかなか。アユおんねんて。え？アユ。アユがおるの？ほんまや。放流中。今日の晩ご飯アユね。取るなって書いてあるのに。洞窟あるで、洞窟。洞窟あるで。入れるで。入れるで。電柱がすごいことになってる。電柱？90度。わあ。ほんまや。電柱が。台風かな。折れてる。こっちやでって言ってる。あ、こっちか。台風か落石で落ちたんかな。あれ、あそこも木がやばい。ほんまやね。ああ。どっから折れたって感じ。大丈夫？どっから流れてきたの？この辺、この辺めっちゃいいけどね。お前や、綺麗。光ある方が綺麗もんな。うん。どうやって降りよう。あっち？あっこ降りれるかな？
はい、疲れました。暑かった。今涼しい。今涼しい。一通り撮影終了で、もう結構暗くなってきた。ようやけ。うん、さっき中の方めっちゃ暗かったけど、こっち戻ってきたらまた明るいね。ということで、何個か作例を載せたいと思います。今撮ったやつ、今撮ったやつね、を見せたいと思います。お疲れ様です。はい。すごい雲。何あれ。なんか夏の雲ですね。もう9月だというのに、夕日に反射してすごい物体になってる。